皆さんこんにちは、ケンです。本日は毎年恒例でアップしている私の愛車紹介、ロードバイクカスタムしましたっていう動画になります。はい。で、まあ、このスーパーシックセボなんですけど、もう買ってから3年は経ちました。で、毎年のようにカスタムをしておりまして、1年ごとに仕様が変わってるっていう形になってます。で、今年はどんなカスタムをしたかっていうのをご紹介したいなと思います。まあ、先に言っておくと、本当は2021年仕様っていうのは、デュラエースが3月に発売されるかなって予想してたんですけど、その予想は外れて、全然未だに発表されてないっていう状態ですね。新型デュラつけるって決めてたんですけど、まだいつ出るかも分かんないですし、今の状態のエボを紹介したいなと思います。はい、まずハンドル周りからご紹介したいと思います。ステムだったりハンドルは、変えておりません。ハンドルはちょっと変わった形してると思うんですけど、これは 3T のエアロタイプのカーボンハンドルになります。幅が 400mm ですね。で、STI レバーはデュラエースの9100がついてるわけですね。バーテープはグイーというメーカーを使ってます。メタリックゴールドですね。これはリミテッドエディションですね。エアロ形状のところも半分ぐらいバーテープ巻いてます。ここはちょっと違うかな。今年使う再婚は和風のエレメントローム、最近エレメントボルトも発表されたようなんですけども、エレメントロームで十分今対応できてますので、こちらで今年は運用していきたいなと思ってます。で、レッグマウントを使ってます。レッグマウントを使ってまして、下にキャットアイの、今はボルト200がついてますが、遠出するときはボルト400を持ってったりとか、はい、こうやってすっきりした見た目になってます。ステムのところにはレッグマウントのスマホをつけるためのものがついております。そこにスマホをつけて、急な調べ物ができるようにしてます。ベルは金色のものを使ってます。ブレーキは変わらず9000のデュラエースを使ってます。で、そのままケーブル類に行くんですけど、ブレーキケーブルはこれ確かイオンバイクさんで買ったゴールドのケーブルですね。で、シフトケーブルは、日線のケーブルを使ってます。これなんでシフトケーブルだけ日線使ってるのっていう話なんですけど、やはりエアロハンドルとかこのエボのフレームの形状、そしてケーブルの通し方見ると取り付けの長さとか非常に重要になってきまして、この柔軟性のある日線ケーブルですね、シフト系だけは使ってます。サドルですね。サドルも変えました。ポジションを移動するというよりは、基本座ったまま位置を変えずにペダリングするためのサドルになります。今回はサドルをペシャのパワーサドルと似たような形のものですね、こちらに変えてみました。ドライブトレイン周りですね、デュラのチェーンを使ってます。ミッシンクリンクは KMC のゴールドのやつを使ってます。クランクとペダルはデュラの9100ですね。以前までデュラ9100のクランクにウルフトゥースの 52T のチェーンリングで、フロントシングル仕様にしてたんですけど、ダブルに戻しました。で、それに伴って9100のチェーンリングを買い直してるのと、フロントディレイヤーは9000のデュラエースのものを使ってます。相性的に良くないってネットとかで書かれてるんですけど、実際に調整すれば使えます。リアディレイヤーは9100のままにしてます。スプロケットも、デュラの9100ですね。次にクイックリリースは、これ KMC のチタンシャフトの、クイックリリースゴールドですね、にしてます。ホイールは変わらずコスミックプロカーボン SLC ですね。全部リム面もカーボンのモデルです。それに伴って、マビック専用のブレーキシューを使ってます。ステッカーは剥がしました。タイヤはコンチネンタルグランプリ 5025C を使っております。ボトルケージは 3T のボトルケージを、装着してます。てな感じで2021年のスーパーシックスエボのご紹介でした。新型デュラエースですね。9200かなんかよくわからないですけど、それの、リムブレーキが出たらおそらく買ってこのエボにつけると思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。